皆さん新年明けましておめでとうございます。ワンダリングルフィッシュです。今年もね、1年、お付き合いいただければ嬉しいなというふうに思います。今回はハーツオバイアを民主化もっと日本軍プレイ続きをやっていきたいと思います。前回までにですね、ウラジオストクからなんとかね、モスクワ、ベルリンを目指そうということで、陸軍の大半を大陸の方に上陸させています。ただ、なかなかね、ドイツ軍の守りも固くて厳しいというところがありましたので、新たにですね、太平洋諸島などを守っていた部隊を奪還した大連に上陸させて、大連からですね、まあ、なんとか、その攻撃のね、糸口、突破口を開こうというふうに考えています。今回はね、そのような形で進めていきたいと思います。今年のね、年末年始、まあ年末年始というか、まあお正月ですかね。まあ例年とは全く違ったものに多分皆さんもなっているんじゃないかなと思うんですけど、まあいわゆる、まあ巣ごもりっていうやつですかね。まあ僕も、まあ例年であれば海外旅行に行ったりとか、することが多い年末年始、まあお正月なんですけども、今年はね、もう本当に、自宅でのんびり。で、あと、まあディズニーランドの方にね、ちょっと、行こうかなと思ってるんですけど、まあそれも、まあ昼間にちょっと行って、まあ夕方には帰ってこようかなっていうふうに、現時点では思ってます。まあ、なかなかね、コロナの影響もあって、不自由な生活皆さんもされてるんじゃないかなとは思うんですけどね。個人的には忘年会とかがなくて本当に良かったですね。会社の飲み会とか本当に無価値だと思ってる自分なので、忘年会とか本当にね、もう極力行かないようにしてるんですけど、どうしてもお世話になってる先輩とかね、人からのお誘い、断ることができないケースとかもやっぱりあるんで、まあ、やっぱり12月になってくると、まあ2回3回と忘年会に行かなきゃいけないっていうシチュエーションもあるんですけど、今年はね、もうそういうのも全くなかったですね。奥さんの職場もね、毎年忘年会あるんですけど、それも今年は中止になって、そう言ってましたね。まあ多分そういうところが多いんじゃないかなとは思いますけど。さあ、大連から上陸した部隊、かなり順調に進軍してくれてますね。このまま、この、今村さんの部隊が、接見してくれると嬉しいかな。ここに展開してる部隊を壊滅させたいんですよね。その場合、足の速い、騎馬の部隊だけをちょっと横に出して、ガッと走らせますか。ちょっとそういうね、柔軟な戦い方も必要になってくるかなとは思うので、ちょっと足の速い部隊を編成して、この部隊で、ガッと走らせましょう、ここまで。これで、うまく突破口が開ければ、一気に敵を壊滅させることも、あるいはできようかというシチュエーションになりますし、まあ何よりも、新疆をね、ダッシュできるというのも大きいですよね。前回完成したヤマトがね、なかなかその回戦の場面がないので、出番がないんですけども、まあその分実はですね、生産のラインも大きく、変更してまして、まずですね、船。これはね、もうだいぶ減らしました、数を。ドックに入れて、建造している船の数をだいぶ減らして、あと飛行機も今一時的に生産を中止して、すべて陸軍の歩兵装備で、これの量産体制に今入っています。さあ、うまく敵をここで包囲殲滅できるように、今矢印が集まっているここに突破口を見出したいなと思ってます。ここを取れればですね、敵を包囲殲滅する絶好の攻撃がやってくるので、ちょっと無理してでもここは攻略しちゃいたいなという場面ですかね。なんとか多少無理してでもここを取って一気に敵を殲滅戦に持ち込む。そうすれば多分ね、戦局大きくこの極東アジア変わると思うので、ちょっと無理してでもここは取りたいなというところですかね。さあ、まずはここ、包囲殲滅できます。ここ包囲戦やっちゃいましょう。
これでここの包囲戦ができれば、他にね、軍を回せるので、一気に戦局が有利になるんじゃないかなと。そういう期待値のある選別戦ですね。騎馬隊が2手段でしたけど、うまく機能してくれたのかな。諜報員が。花子牧野さんが殺されてしまった。もうこれは、今、諜報部門に全くリソースを投入してなかったんでしょうかないかな。さあ、これでまず、南半分包囲戦できましたね。で、上半分も包囲戦できそうなので、もう一気に包囲殲滅しちゃいましょう。だいぶ戦いが多分ね、楽になるんじゃないかなと思いますね、これで。これでハルビンも陥落させることができました。だいぶご覧のように、一気に包囲殲滅戦が進んで、極東アジア、だいぶ奪還できましたね。まあ、残念ながら日本の領土というわけにはなっていないので、生産力が上がったりするっていうことはないんですけども、まあ、全体的なね、連合軍の勢力拡大という意味では十分に寄与できたのかなというふうには思います。まあ、当初は海軍国家で行こうなんて高らかに言ってたんですけども、この時点になると完全に海軍国家ではなくて陸軍国家ですね。まあ、ただ、今ね、うまく進んでますので、この状況をうまく維持していきましょう。ワルシャワが解放されたか。これ、戦局、だいぶ我々の方に有利に傾いてきてくれてるんじゃないかな。やっぱり、大連から上陸した部隊の包囲殲滅戦がうまく決まりましたからね。あれ大きかったかなと思います。さあ、ベルリン陥落。マジか。一気に動いたな。ベルリンが、これによって解放された。まあ、ドイツの首都ベルリンですけどね。そのベルリンが落ちたというニュースですね。まあ、ただ、ベルリン落ちたといってもまだ一進一退ですね。ドイツの首都はウィーンに移ってます。今、こんだけの軍がヨーロッパで動いてますね。とんでもない数の師団の数になってます。まあ、ちなみにハーツアワイアの方は、そんなに PC スペック必要はないんですけども、やっぱり師団の数が増えれば増えるほど、処理速度が、遅くなったりっていう弊害は出てくるので、スペックがいいに越したことはやっぱりないですね。ちなみにまだアメリカは参戦していない状態です。依然、このイギリスで60師団以上が待機中。この60師団が動き出したら、おそらくですね、一気に壊滅できるんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとそのタイミングがいつ来るかっていうのがね、全く読めないですね。もう43年12月、44年になろうかというタイミングですが、まだ動く気配がないので。今大体こんな感じになってますね。だいぶ遠くから俯瞰的に見るような、マップの大きさに変えましたけども、まあ、一時かなり劣勢だった状態からここまで巻き返しを行いましたので、まあ、この先ですね、さらに、まあ、陸軍を強化しながら、モスクワからベルリンを目指していこうというところなんですけども、もはやベルリン陥落して、ドイツもかつての勢いはない状態なので、ここからはですね、まあ、気長に戦いつつ、アメリカの参戦を待つ、あるいは、イギリス軍が、ドイツをね、降伏せしめるというところをね、ちょっと待つ戦略になっていくかなと思います。これ以上大きなね、兵力を動員するっていうのが、今の日本の国力だと難しい一面もあるので、まあ、ここは無理せず時間を使って待ちたいと思います。研究の方は航空機、水星までできましたね。続いてじゃあ、烈風の開発に入りましょう。まあ、航空機を今、まあ、大きな数作る予定はないんですけども、まあ、この先、航空機はどんどん必要になってくる場面も出てこようかと思いますので、その時に備えておきましょう。はい。
なかなかの膠着状態が続いていますね。まあ、我々の方はこの後航空戦力のアップグレードをかけてですね、まあ、具体的にはですね今からお見せしますが、すでに水星、これの生産が完了しています、うん、開発が完了しています。でこの後ですねレップ開発予定で、さらに流星開発して航空機をね、すべて一番新しい世代へとマイグレーションしてですね戦力の底上げを図っていこうかなというふうに思っています。現状だとですね艦隊、まあ、海軍の増強をするようなシチュエーションにはなっていないので、海軍はもうこのまませっかくヤマト作ったんですけども一旦据え置き、陸軍と、まあ、それを支援する空軍、これのね増強アップグレード最優先で進めていきたいと思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回はですね何とかちょっと大陸もうちょっと進出できるようにうまくですね傭兵を考えていきたいというふうに思っていますので、皆さんの応援アドバイス引き続きよろしくお願いいたします。